放送ではここ横部屋のこのフロアの床張りをしましたが、今回は草刈りをしたいと思います。で、今回草刈りのために購入した、服ですね、がこちらになります。全部ワークマンワークマンで購入しました。なのでフィールドコアって書いてあります、このタオル。なので、パパのとママのと一式同じようなものを揃えてます。つなぎとつなぎとレギン、中に着るなんかインナーのの、インナー、これ涼しいやつ、涼しいやつで、下のこのこれも、虫が入ってこないようにするためにマダニ用の、ピッチリこうくっつくやつです。で、軍手とねと、軍手とこのがっちり守ってくれる粉塵用のマスクと、で、汗吸い取ってくれる、首とかに巻くタオルで、帽子、結構木の枝とか上からあるので、頭を守るように帽子も、揃えてこちらの方を着て草刈りをしていきたいと思います。で、だいたいいくらぐらいしたのかね。全部で少々待ちよ。全部で、あとね、靴下も、一緒に、買ってます。だいたいこれで1万4000円くらい。2つでこれ2人分で、全部セットで。あ、そんな安かった。1万4000円くらいでした、あとね、長靴も買ってるんです。あ、そうじゃ、長靴も持ってきました。パパ用とママ用、本当はね、パパみたいにこうやって絞れるやつが良かったんですけど、女性物でこれがちょっとなかったので、普通の長靴タイプで、買ってます。これ合わせて、それ、この長靴も合わせて、長靴も合わせて1万4000円くらいです。了解了解。よし、それではこの服に着替えて草刈りに行きたいと思います。それでは着替えてきます。着替え終わりました。それでは草刈りに行ってきたいと思います。この仮に、貸してくれた大家さんがハマーとかいろいろなものを、農機具とかは使っていいということだったので、ご好意に甘えてハマーを使わせていただきたいと思います。ハマー取りに行きます。気をつけて、右に。開いてる。わしが開けたんだ。あ、そうだ。閉めて。こちらの鎌使います。で、今回はどこをするのか。今回は、家の裏にある、裏庭の草刈りをしたいと思います。本当はあそこもやりたいんですけどね。あそこもね、あそこも畑なんですよ。ゆくゆくは畑とキャンプができるような状態にしたいなと。今日はこの家の裏手の草を買っていきたいと思います。ヘビだけ気をつけん、ヘビが。カエルおる？じゃあこの辺やっていこうか。ほら、な。
結構すごいね。こんな感じになりました。ちょっとね、大雑把なので山側のやつはちょっと残ってるんですけど、大方終わりました。ここ綺麗になれば野菜じゃなくってママ専用のお花のお庭にしたいと考えております。そして残りはこっち、ここはねまた今度やっていきたいと思います。そしてこちらが終われば下の方のね、畑を草刈り機でしていきたいと思います。ここら辺はあれだね、地層とかさ、なんかすぐパッと使えるハーブとかね。よし、草刈りこれで終了したいと思います。このね、山もねお借りしている土地の一部なんです。なのでいつかはこちらの山の探索もご紹介できればなと思ってます。ちょっとジャングルですよね。おこと主様とかいそう。山なのでヘビいるので出会わなくてよかったと思います。アブにはだいぶ襲われたね。それでは草刈り終了したいと思います。